果てしな旅行2日目です。今日はこれから白駒の池を一周していきたいと思います。ここはですね、苔むした日本でもあまり見たことのない綺麗な森なんですよね。平地よりもすごい涼しいはずなので、避暑地としてはもう本当快適に過ごせる場所だと思います。駐車場は早い時間に行った方がいいと思います。じゃあ行ってみよう。今白駒の森歩いています。息が上がっています。すごい監視ドローンみたいな虫が上がってるよね。実はこれイーロンマスクさんが飛ばしてる。飛ばしてるの超小型な。おお、もうアヒルさん大丈夫でございますか。大丈夫よ。それは吉岡さん。あー、綺麗。美しい苔ですね。うん。森林浴。こんにちは。いいね、大好き鳥のさえずり。さあどっち回りで行こうかな。なんか人があんまし、すれ違わない方。あ、どうしよう。高見石は上行っちゃうので私たち今日は行かないです。はい、あそこに地図があります、はい、多分こっちから行った方がすれ違う確率高いのでこっちから行きましょう。天然のドローンが飛んでる。頭皮。もうこれ入ってますか。もう俺が中です。はい。行きます。はい。ドローンがいます。ドローン、ほらドローン、ドローン、ドローン、ドローン。あー、いなくなっちゃいました。あ、またドローンが。どうしよう、俺刺されちゃったら。あ、映ってるかな。ね、ドローン映ってないかもしれない、うん。白駒池一周35分ぐらいって感じ。池が見える。ん？池が見える。はい。白駒。ここ、こっちが白駒池です。お、ドローンだらけ。ドローンだらけ。ドローンじゃないのにドローンって呼ばれてる。やるじゃないか。ドローンじゃないか。はい、私が勝手にドローンと名付けましたね。はい、
なんか景色見ながらこれ。ホットとアイスどっちがいいですか？ホット。あ、すごい。おお。ここ上に行くと高見岩ですね。その地点の名前みたい。岩があるっぽい。ボート水入っちゃったんだね。水かきしてる。すごい綺麗です。ずっと苔むしてる。こんなに苔ない。はい。でこんなに涼しくない。涼しくないからみんな床どうですかって言って川床に。音だけですよあそこ。めちゃめちゃ気持ちいいね。鳥のさえずりが心を癒してくれますよ。すごい涼しい。あ、さえずりに近づいてます。聞かない鳥のさえずりだよねこれ。気をつけてね下り坂。歩くことに集中しちゃって写真撮ってないね。じゃあ景色見なきゃ。ほらちょうどマルコマイケです。違う、シロコマイケです。山の頂上が見える。うん、ここね。はい。OK。ほら、名前がついてます。もののけの森です。代表する苔の名前はムツデチョウチン苔。長い。この辺俺の好きな感じ。あ、でも取れないよこの。苔蒸したから。はい。エクスペリア取れない。目に焼き付けてほしい。これ？うん。あの AI の視認強化オンっていうやつだから。じゃあ視認効果？そうそう。AI 効果。光によって全然色が変わる。ねえ。
ちょっとさっき、あー、明るくなってくる。おー、すごい。なんか視聴覚教室でさ、なんかの実験を見せられてる感じじゃない？確かに。すごい、あの緑の鮮やかさが全然違うよね。うん、モッコってすごいんだな。うん、発色が変わったよね。うん、この森の特徴、もう一個、セミが鳴いてません。なんで、なんでいないの、セミ。いないでしょ。寒くじゃないかな。